まあ、40歳の時から豊島はあのスペインに行く。それでスペインに行くことによって豊島というのは実は日本でも芸術家として一つ行き詰まってて命の危機にあったと。それが三島由紀夫の自決によっていろいろとその精神的に抜け出すことによって今度はだから豊島としてはね多分初心に戻ったんだと思うんだよ。で豊島がその芸術家としての初心に戻るということは豊島はもともとあのその何て言うの陰と陽の対立それから明と暗そういうものの対立としてベラスケスの絵画をもともと学生の時から一番すごくそのなんだろう絵画の神として尊敬してたわけで、そのベラスケスの絵画を本当にあのプラド美術館で直に毎日見ながらその本当に会得したいというだから要するに豊島にしてみれば初心なんだよね。その初心に戻ることによってもう一回芸術家として自分はやり直そうということによって、まあ、豊島は立ち直ったんだけどそれがあの結果としてはスペイン行きということになったということだね。だから豊島はスペインによって命を救われたということが言えなくもないということだ。でそのベラスケスの絵画が好きであの要するに1年間の予定で豊島はそのベラスケスの研究でスペインに行ったんだけども行ってからがこれが大問題で、もうあの行ってから結局30年間あのスペインに定住しちゃうっていう、まあ、結果になるんだけども、その理由としてはあのこれはもうそのベラスケスは関係なくてスペインがもっと、まあ、ベラスケスを生み出したんだから関係はあるかもしれないけども、あのスペインが持っているその非常なゲルマン以前のケルト文明、それがスペイン の, あのイベリア半島っていうのはすごく今でも色濃く残ってるわけ。だから日本でいうとケルト文明っていうのは実は縄文文明なんだよ。だからヨーロッパの縄文文明が一つ の, そのスペインとかあのイベリア半島、それからあのフランスでいうとあのブルターニュ半島なんでね、あとはあのイギリス の, あのブリテンっていうのはもともとそういう意味だから、要はあのウェールズとかあのイギリスでいうと今だとウェールズに残ってて、フランスならブルターニュに残ってて、スペインはイベリア半島全てがケルト文明のまだ何て言うんだろう残存形態を残している。それがスペインの何かすごさで、 それが多分ベラスケスなんかも生み出したんだろうけど、そういうことは、まあ、豊島は知らなかったみたいだけども、スペインに行ってその何だろう自分の秋田の出身だった自分の深いその森から生まれた縄文の文明がとスペインのその風土が僕はあのその豊島が感動したんだと。それから豊島というのはもう一つその縄文から生まれた人間というのがあるし、その他にお母さんもちょっとキリスト教の関係に強かったように、豊島というのは僕がそのいつも話してて思うのはすっごく特別に宗教というのをどうこうする人間じゃなかったんだけれども、心そのものがすごく宗教性が強いんだよ。だから音楽なんかも、あの豊島はすごく音楽が好きだったけども、バッハ以前のそういう信仰とか、あと中世グレゴリオ聖歌、それからあとはそういうあのパレストリーナとかね、あのモンテベルディとか、そういうなんだろう中世の宗教音楽をすごく愛してて、その持ってるレコードも3000枚以上持ってるんだけど、ほとんどが宗教音楽だから、そういうなんだろうな宗教性っていうのが非常に強い。でこれはまあ偶然なんだけれども、その、キリスト教の信仰が最もいい意味でも悪い意味でも荒れ狂ったのがスペインで、まあ有名なのは宗教裁判だの魔女狩りだの、まあ、いろいろ悪い方ではあるんだけども、そういう信仰のために命を捨てるみたいな、そういうスペイン神秘思想って言うんだけども、このスペイン神秘思想に包まれてるまだなんだろうな雰囲気が、スペインっていうのはまだ豊島が行った時代っていうのは色濃く残ってるわけ。要はだからその豊島の持つ宗教性と、それから豊島が潜在意識に深く、沈静にしていた生まれ故郷から生まれてくる縄文的ななんかエネルギーだよね、
それからまあ武蔵野美術大学でも、あの前回説明したように、あの武蔵野も縄文のエネルギーだから、そういう縄文のエネルギーから来るあの明と暗、炎と闇、そういうものが、豊島のそういうものが非常に、何かスペインに行ったらベラスケスの研究プラス何か水を得た魚っていうか、そういう面が僕はあったと。で、知らず知らずに1年の勉強期間の予定で行ったスペインに、結果は30年定着したというのが豊島のスペイン行きのまあ理由だよね。でとにかく豊島のその絵の中、特にだからスペインからは分かりやすいんだけれども、豊島の絵を鑑賞する場合、その、スペインのケルト文明、ヨーロッパの縄文といわれるものから生まれてくるものすごい人間の持つ原初の清純さ、清純さの中にあるそのなんか紅蓮の炎っていうか、そういうのだよね。だからアルタミだったかな、 ああいう壁画とかね、ああいうものに残っているその何とも言えないこう深い人間の悲哀から来る炎だな。でもその炎の中にまたその非常に悲しみもある、そういうのがケルト文明の、日本なら縄文、その文明とそれが強くなっていく、豊島がスペインではね。あとはキリスト教の神秘思想だ、これが豊島は別にクリスチャンじゃなかったけれども、僕から見ると絵の中にもキリスト教神秘思想の幽玄さ、日本の言葉で言うと幽玄というのがすごく現れてくる。それがスペインの日々における豊島絵画の特徴を成していくということだね。特にスペインの肖像画の中にそういう人間の持つその深い沈潜とか明とか暗とか、明暗それから陰と陽、そういうものの案がくっきりと出てくる。その原因としては今言ったケルト文明とスペインの中世のスペイン の, そのなんだろう神秘層、こういうもんなんだということを分かって絵を見るとね、またなんか楽しくなってくるんで、その辺でぜひ鑑賞してください。ベラスケスをもともと若い頃から好きで研究していることによってスペインに内在している、だから芸術家としての直感力だよね、その芸術家としての直感力がスペインに内在していた、多分だから言葉としてはケルト文明とかそういうのは知らなかったと思うんだけど、そういうものがこうなんだろう、芸術、ベラスケスの芸術を通して豊島の中に来て、自分との親和力だよ、要はだからもともとベラスケスがどうして好きだったかっていうと、そういう親和力がもともと自分とあったから、要はで、それが具体的にはスペインに行って、その風土もね、秋田出身の豊島としてはなんかすごくあったという、だから1年の予定が30年になっちゃうというとんでもないことが起きたという、要はスペインの、まずスペインの光っていうのについて聞きたいみたいだけども、さっき言ったスペインの縄文とかキリスト教神秘思想と日本のそのなんだろう、我々の情感っていうのは基本的には陰と陽を組んでるんだよ、要は。で、分かりやすく言うと、スペインにおける光っていうのは日本における、まあ、極端に言うと闇なんだよ、要は。だから豊島の非常にその縄文的な日本で、こうなんだろうな、悪く言うと暗いその紅蓮のなんかこう煮えたぎっていたその悪い意味の炎だよね、悪い意味の炎がスペインの光によってこれがなんだろう、表に出てきたっていうかな、同じものだから、だからこれは日本の光では無理なんだよね。スペインの光というのが日本の闇と同じ陰と陽を組んでるということなんだよ。そういうことによってスペインの光を見ることによって豊島は暗い
その本当の苦悩のどん底から立ち上がることができた。でそれがただ明るいとかそうだったら豊島は芸術家としては破滅してたんだよね。でもスペインの光っていうのは明るいんじゃないんだよ。これは言葉はちょっと変だけども、スペインの光っていうのは暗い光なの。これはね、ギリシャなんかも同じなんだけども、フリードリヒ・ニーチェが例の有名なギリシャ的聖老って呼んでた明るさが、エーゲ海の明るさなんだけれども、その明るさの中にある非常なる悲哀、生命の悲哀、それだからギリシャとスペインっていうのはヨーロッパの最も古いケルト文明の中心地だから、そういうところの人間が分かっている、明るさの中にある悲哀。だから豊島ってのは本当に偶然運が良かったの。豊島がもしヨーロッパでもフランスなんかに行ってた場合には、多分豊島は日本の縄文の最も悪い部分によって掴まれちゃった、その一つの炎、暗い炎から逃れられなかったと。ところがスペインの明るい光のもとに行って、その暗いものが浄化されて本当のいい光になって、構築的なね、建築的な光に変わってきたという。ところがそのスペインの光っていうのはだから非常に悲哀、ギリシャ的聖老というニーチェがそういった悲哀を含んでいるということ。これはまあ実際に見なきゃわからないけど、だからそれがスペイン人がキリスト教の信仰にもあれだけ熱心に神秘思想に行ったように、なんかスペイン人がみんな持っている多分魂の悲哀なんだと思うね。そこが日本人と多分すごく合うんだと思う。ただ日本人の場合の悲哀っていうのはもっとスペイン人より暗いんだよね。これはまあ歴史の違いによるんだけども、でも本質的には非常に似てるというような、要はそのだからスペインの持つ光の明るさが豊島の原動力としてをもう一回出してきたってことね。日本で言えば縄文的な古代性、その縄文の得た紅蓮の炎、そういう豊島の持つ特徴がスペイン的な意味でスペイン的悲哀、まあ要するにギリシャ的聖老、明老ってことだよね。それに変わってきたと。ただスペイン的聖老さっていうのを豊島はスペインの光からその絵に落としたわけなんだけども、それは落とした人間が日本人の豊島だから、感じとしては暗い感じになってる。でもその暗さの中にスペインで描かれた絵をね、皆さんも見てもらうと分かるんだけども、すごくこう人間に希望をもたらす明るさというのが内在してるんだよね。この内在する明るさっていうのがスペインで得た、豊島が得た最も強いものな。それはだからスペインの光が持つそういう特殊なものが生み出したものなんでね。だからスペイン以外では多分豊島は絵は描けなかったと思う。だから豊島っていうのは僕はすごく強運を持ってたんだなと思うね。要は光の仕分けを正確にできるようになったということなんだよ。だから大型作品に見られる抽象的なっていうのは縄文のエネルギーが混沌とした潜在意識の混沌とした紅蓮の炎のマグマ、火山で言えばマグマだよね。マグマの状態にあるということなんだよ。そのマグマの状態に来て自分の命をも命の危険にも触れたような人生を送ったんだけど、それがそのケルト文明とスペイン神秘思想によっての光によって分かりやすくこう豊島流に分析できることになった。その分析した結果が豊島のスペインにおける肖像画になったということなんだよ。要はで肖像画の中ではスペインの光というものがすごく日本の縄文的に捉えられてる。だからスペイン人も描けない、日本人の豊島しか描けないスペインの光なんだよ。そういうものを豊島芸術っていうのはスペインで生み出したってことなんだよ。で形としてはね、
日本人がスペインの光を絵画に落とすとものすごく幾何学的、彫刻的、それから何だろう、了解的というかな、そういう風になってる。それは豊島作品にそれが表れてるからぜひ見てほしい。それで形としてすごい明るいものが日本的な暗さを帯びている。まあ、暗いってちょっと言葉が悪いんだけど、なんか日本のだからなんて言うんだな、スペインにはだからにああいう、まあ、それこそ東北の雪に閉ざされた状態でないわけだよ。でもその雪に閉ざされてきた縄文の鬱屈したエネルギーが縄文の鬱屈したエネルギーがスペインの光によって爆発したのが豊島芸術だということなんだ。でそのきっかけになったのはベラスケスの作品とか、当然ゴヤなんかも参考にしただろうし、スペインの偉大な画家たちはみんな参考になってるよね。要は、光がね、内向してるんだよ。だから非常に日本的で、もう豊島以外はない光だから、そこをよくね見てほしい。で豊島の言葉でね、僕は覚えてるのがあってね、スペインの肖像画について特に言ったんだけどね、まあ、これ有名な豊島が言った言葉で、目は描いてはならんというのがあるんだよ。で目というのは生命の中から自然に生まれ出てこなきゃならないということを豊島が僕に言ってた。だ目を描く画家はダメだと。画料転生って、日本の絵なんか画料転生って最後にこの目をポンと入れてさ、それが絵の完成になるんだけど、豊島っていうのは決して目を描かなかった。で目というのは生まれてこなきゃダメなんだと。で僕はね、それをね、豊島とまだ話してたね、もう10年ぐらい前はね、多分それはね、生命の中から生まれてくるものだとね思ってたの。ところがね、僕はここ 2,3 年前ぐらいからね、分かってきたのはね、これはね、日本の光とね、ヨーロッパの、スペインの光の違いがあるんだよね。だから考えてみたら、目が見えるか見えないかっていうのは光だから。だから僕はね、縄文の鬱屈したエネルギーがスペインの光によって表に出てくるのを画料転生で入れてはならんってことだもんね。縄文のエネルギーのまんま描いて、それが肖像画として最後に 目になるかならないか、これに僕は豊島は挑戦したのと、まあ、スペインのリアリズムっていうのは一般的に歴史的に見ると、まあ、非常に何だろう、日本人から見ると恐ろしい形っていうか、人間が持つ汚いものとか恐ろしいものをそのまんま描き出そうとする、まあ、リアリズムだよね。それがスペイン的リアリズム、まあ、歴史的に言うとね。でそれが完成してきたのが、まあ、今の時代なんかは、マドリッドリアリズムなんかは非常に細密化で、悪いところもいいところも何もかも全部描き出すという、まあ、ベラスケスから発展してきてずっとこう来たんだけど、今はすごいところに来てるよね。でも豊島のリアリズムっていうのはちょっと違ってて、ただスペインの影響において起こったんだけども、豊島の持つリアリズムっていうのは生命が持つ神秘、それから生命が持つ祈り、生きることへの祈りだよね。そういうものをえぐり出してキャンバスに定着させるっていうのが豊島のリアリズムなんだよ。なんだろう、でもそのリアリズムっていうのはそのスペインから来ないとダメだっていうことかな。っていうことは、全てを汚いものもいいものも全部描き出すというスペイン的明朗さっていうか、スペイン的な正直さっていうか、そういうものによって初めて出るできるものだと。日本のリアリズムでは本当の人間の持つそういういいもいいもんだと、希望とか祈りとか、それから生命の雄たけびとかね、それは描けないですね、日本のリアリズムでは。日本のリアリズムっていうのはね、やっぱり日本画も悪いって意味じゃないよ、日本画もそうなんだけれども、やっぱり人間の表面の綺麗なところをやっぱり見て、綺麗なところを描いていこうというのが日本の
芸術っていうのはやっぱり根本が雅なんだよね。だから雅から来るその芸術からは生まれないんだね。やっぱり豊島が目指すようなリアリズム、それからスペインのリアリズムっていうことはね、だからゴヤなんかもやっぱりスペインの、もちろんスペイン人だからスペインのリアリズムの一人だよね。要はなんだろう、死を見つめるようなリアリズムなんだよ。これはスペインの独特のリアリズムなんで、僕はもともと豊島っていうのはそれがあったわけ、絵には。でも死を本当に見つめて、死を本当に現世に描き出せるリアリズムっていうのは、僕はそれが豊島がスペインで学んだもんだと。で、学んでかつ自分の力でキャンバスに落とすことができたというか、要はこれはスペインの、スペインで描いた豊島のね、絵画をいろいろ見ていくと分かるけれども、もうスペインので描いた肖像画はこれはもう全てと言ってもいい、全て生きている人を描いているけども、あの死んでいく姿が同時に描かれている。これがね、スペインリアリズム、スペインのリアリズムから豊島が学んだものだと、もともとでも持ってるんだけどね。要はこれはただスペイン人の出し方と豊島の出し方は全然違ってるよね。スペイン人っていうのはそれをもっとこう、なんだろう、言葉としては気持ちが悪いって言うとあれだけども、人間の持つこう、なんだろう、まあ、魔人性というか魔性というか、そういうふうに描リアリズムを描いたのがスペイン人であって、豊島なんかはその人間の命を愛おしむ、命に対する祈りがある、命の尊さを仰ぎ見る、そういうものが豊島がキャンバスに落とした人間の死というものなんだ。だから全てのスペイン以降の全ての肖像画には、にその人の生きている肖像画の中にその人の死が描かれているということ。それがスペインリアリズムからと豊島が融合した豊島芸術だということなんだよ。要はだからずっと苦しんできたリアリズムが一つのやっぱりスペインに来て、スペインの古代性と融合して、なんだろう、豊島芸術が本当にまた一段進んだっていうのはもう確かだよね。だから日本においてもう命を削って死の直前まで行って、もうスペインに来て豊島は生き返ったと。で、生き返って本当に豊島は他の人間にはできない豊島独特の日本人がスペインリアリズムを取り入れて、その真似じゃなくて自分独自のリアリズムとして完成することができたということだね、だからもう豊島の絵はもうスペイン以降は全て死だと思ってもいい。豊島が言う生とは死のことだということ。で、死を描こうとしているから豊島は自動的に過去を描くことができる。過去を描くと同時に現在、まあ現在を描いて、その中にもう死んでいる過去が全部入っているわけ。それで、これは変な言い方だけども、未来のせい、その人物のこの、例えば僕の絵を描いたとしたら、僕の未来も描かれているということだ。未来っていうのはもう僕にとっては死んでるわけ。生きているのは現在だけだから、過去も死んでいる、未来も死んでいる。ところがそれがその豊島芸術においては、僕は自分の肖像画でも思うけども、描かれているということ。これは僕が一番最初に豊島芸術で好きになったのを喋ったかもしれないけども、グラナダの絵なんかがあるんだけど、グラナダの絵、僕が一番最初に豊島芸術で好きになったグラナダ3つの塔っていう絵があって、これを僕は見た時にびっくりした。グラナダのもうレコンキスタという国土回復戦争の時の時から、グラナダの悲しみの歴史が全部そこに入ってる。それはね、豊島独特のリアリズムなんだよ。それは死を描く、だからグラナダという町の死の姿を描いているから、グラナダの実は過去が分かり、
グラナダの未来が分かるんだよ。これはもう僕も豊島芸術に感動度が強い人間だから、豊島の絵を見るとグラナダという町の過去ももちろん僕は全部過去はまあ調べて知ってるから分かる。でももうグラナダの未来も分かる。これについては豊島が描いた町は全部そう。要は芸術の持つものすごい時間を超越した力というのを豊島芸術ってのは感じることができる。もちろんその未来の死が希望になってるわけ。希望っていうのは実は楽しいことでも何でもないのよ。要は未来がどうなるか、未来の死を見つめることが真の希望を生み出すということ。これは哲学者で言えばゼーレン・キルケゴールもそう言ってる。それを豊島はキャンバスの上で成し遂げてるということ。だから将来は素晴らしいですよ、未来はバラ色ですなんていう人間は最も希望のない軽薄な人間の言葉であるという。今もうそれが多いよね。未来というのは我々人類の場合は我々が本当に命がけで何とかしない限り未来はない。未来は死だということが未来なんだよ。そういうことが分かるかどうか。グラナダっていうのはスペインという国の最も何だろう、底辺を支えるような、悪く言えば野蛮な部分、よく言えば歴史を背負ってるところなんで、ね、だから豊島は当然スペイン中を旅して、そういうスペインのケルト制とそれからキリスト教思想とそれから、スペインリアリズムを生み出したところのスペインの、ヨーロッパの孤児としての悲しい歴史で、悲哀の歴史だよね。そういうものを全部グラナダという町に豊島は感じたという、だからグラナダっていうのはみんなそういう僕も好きな詩人でね、ロルーカっていうのがいるけども、ロルーカなんかもグラナダには一つの悲しみがあるという有名な言葉があるんだけども、そういうグラナダっていうのは悲しみをたたえてる街なんだよ。その悲しみっていうのは歴史であり、その太古であり、キリスト教神秘思想であり、いろんなものがあるわけ。それと具体的にはレコンキスタ、800年の戦いだよね。そのなんだ、最前線というか表舞台というか、そういうところだって言うんです。だから僕もスペイン神秘思想をすごく好きで、神秘思想をすごく研究してきたんだけども、スペイン神秘思想の一番僕が好きな人は十字架の西洋派ね、サン・ファン・デ・ラ・クルスというんだけども、この人もグラナダに住んでたんです。だからやっぱりサン・ファン・デ・ラ・クルスと会ったことはないけども、多分グラナダが叩いているそういう何か悲しみというか、そういう歴史性というか、そういうものを僕はサン・ファン・デ・ラ・クルスも好きだったんだと。だからサン・ファン・デ・ラ・クルスがグラナダに定住したのと同じ意味で豊島康政も定住したと。でそれは偶然なんだけど、豊島が秋田出身で、で沈もれた縄文のエネルギーを体内に深く持っている人間だから、グラナダの太古性と反応したと。それがまあグランダダに定住した理由だと思うね。町三つの塔で、これは当然今度の展覧会にも出てるからよく見てもらいたいんだけども、これが僕がさっき言った豊島芸術の中で僕が惚れ込んだ、一番最初に惚れ込んだ絵なんだよね。でこれですっかり豊島の虜になっちゃった。で僕はもともとレコンキスタの歴史やなんか好きで、スペインとかグランダダの歴史はもともと研究してたんで、この絵を見たときに飛び上がるほど驚いた。それはグラナダに沈もれているレコンキスタからの700年800年のエルシドやなんかに代表されるようなスペインの戦いの悲しい歴史がね、全部絵の中に入ってるんだよ。これはまあ直感だからどうにもなんだよね。僕はレコンキスタの研究をずっと10年以上してたんだけども、その衝撃はすごかったね。それをだから豊島っていうのは筆でキャンバスに描く力があったということで、もちろん豊島自身はそんなことは分かってないけども、僕はたまたまそういう歴史がなんか好きだったんで、
その豊島が持ってたそういう能力っていうのを側面から分かることができたと、うん、要はでこの3つの塔に代表されるけどもグラナダの絵っていうのは豊島がねもう描き続けてる。これはもう30枚50枚もういくらでもある、まあ、でデッサンまで含めれば本当に100枚200枚その26年間開くことなく同じ部屋から同じ景色を見ながらずっと描いてた。こんなことができること自体が僕は豊島のその不器用さと自分では言ってるけど不器用とかそういうことじゃなくて普通の人間にはできない。26年間同じ景色を描いてるんだ。でも僕はそこが豊島芸術のやっぱり縄文性でありやっぱり陰と陽との工作それからそういうものとの戦いそういうものを生きていることだと思っているということなんだよ。だから実は景色を変えてんじゃねえということなんだよ。これは景色だったら、ね、2、3回かけ飽きるよ。そうじゃない。だからこの前の回でも喋ったと思うんだけど俺が肖像画を頼んだ時にまあ会ってから3年間で癌で死ぬとは、まあ、当時は分かんなかったんで俺は死ぬまで修行さんの絵を50枚でも100枚でも描き続けるぞといいかとその覚悟があるなら肖像画を俺はじゃあ描くと。でもすぐちょっと気楽に肖像画が欲しいんだがやめといてくれとこういうふうに豊島言ってた。だからグラナダも同じだし誰かの肖像画を描くのも一緒でスペインで描いた人も同じ人ばっかりずっと描いてるよ。要はだからこれをね同じ人を描いていると撮ることがおかしいんだよ。豊島が描いているものは違うということなんだよ、うん、要は分かりやすい人だよね。だからこの世から逸脱してるっていうかそういう人をやっぱり豊島は描いてたね。これはね実はね世の中っていうのは言葉はちょっと悪いんだけどもうまく人生をうまく渡ってる人っていうのは歴史的に言うとつまらない人なんだよ。やっぱりね人間っていうのは世の中に体当たりして敗れて敗残して苦悩して泣いてその慟哭と悲哀それから真剣に生きてる人が心の中には文化を体現してるんだよ。だから豊島っていうのは文化を描きたかった人だから人体の中にはだからどうしてもね敗残者を描くことになる。これはね敗残者の中には文化が生きてるからだ。これはね冷静に考えてもらうと分かるんだけど実はね現世っていうのは成功してる人はねまあ、言葉は悪いけどうまい汁吸ってるだけでこれ物質主義といってね実はつまらないことなんだよ。だから変な話だけど今もこう敗残していろいろ泣いてる人はたくさんいると思うけど実は人生の最も大切なものをその人たちは受け取ってる。本当はそれが分かればなんとだろう苦労した方がいい貧しい方がいいって言えるんだよ人生ってのは。俺はそう思ってる。僕はたまたま何だか知らないけども割と商売もうまくいっていいけども僕はもう悪くなっても全然構わない。その方がかえって僕は生まれた人生の会話分かると思う。それはキリストでも釈迦でもみんなそう言ってるよね。まあ本当にそのアルバイシンなんていうのはそういう人が集まってると。で豊島はそこを描いてたという。だから個性が強いとかそういうことではないという。だってまあ変な話だけど僕なんかは会社経営してる美術館もやってるうまく全部いってるけども豊島は僕にもすごく魅力を感じてくれて全部描く。だから別に何だろうその内部なんだよ。ただ僕は割とこれはなんかの運勢だと思うけど運よく来たけどもでも体当たりを繰り返してる人生であることは事実だから、まあ、これからもどうなるか分かんない。でも自分として力いっぱいやるという。だから貧しい人を描いたとか敗残者を描いたとかそういうことじゃないんだよ。あとは個性的な人を描いたとかそんなことでもない、うん、なんか人生に体当たりしてる人っていうのが一番正しいかな。だから僕もそうだから僕なんかも別に僕は敗残してないけども今は
だけどすごく魅力を感じてくれた。それは絶えず体当たりして、あっちで叩かれこっちで叩かれして生きてきたことだけは事実だから、うん、うまくいってる人はダメなんだよってことなんだ。だから僕は人生っていうのは割とスイスイとうまいこと言ってる人はかわいそうだと思うよ。何のために生まれてきたんだか分かんない、つまらん。この世の中っていうのはやっぱり親から命をもらったら、この命というものが何なのか、なんかこう本当のところをつかむかつかまないかが僕は人生のなんていうの喜びだと思うから、豊島もそういう人生を送ったし、僕も当然そういう人生を送りたい。そういう意味で豊島と気が合った。これはね、豊島と喋ってるとすごく分かるんだけども、豊島っていうのは男性ってこともあって、またはお父さんもみんな家系的にも科学的な、お父さんも鉱山技師だよね。で豊島って、いつも絵の具なんかも絵の具の内容物っていうかな、その科学的な組成っていうのばっかりこう研究してたわけだからね。豊島っていうのはものすごくね、科学精神が強い。だからなんか体当たりっていうとなんか野蛮人みたいに見えるけども、ものすごく科学的なのよ。だからその僕はその豊島が持つ科学精神、科学的精神が僕はいたスペイン中を旅させたんだと。だからグラナダに定着してグラナダに住んでいるけれども、グラナダに定着しているがなぜか、グラナダの良さは何か悪さは何か、そういうものを僕は試してたんだとな。あ、試すっていうと言葉は悪い、勉強かな。だからさっき言ったケルト文明にも、もうそういう太古の文明に、スペインが太古の文明だってことも気づいてる。それからスペインの神秘思想も気づいてる。要はレコンキスタの悲哀の歴史も知っている。でそういうものがイベリア半島でどういうふうにみんなにこう作用してるかっていうのを僕は見て歩いてたんだと。だからそのオートバイに乗ってね、全部回ってたんだけど、でそれを全部科学的にこう全部見ることによってグラナダのまた特徴が浮かび上がってくるという、僕はそのために旅をしてたと僕は思うね。それと豊島独特の、さっきから話してるんだけども、豊島っていうのは現在の中に没入して現在に体当たりしてる人間だから、現在に体当たりしている人の特徴っていうのは、過去と未来を見通す、なんていうのかな、力が養われてるっていうかな、その過去と未来を見通す力っていうものを確認してるように僕は思う。だからね、豊島とちょっと話した時にね、出たんだけどね、豊島はスペイン中を旅したとけども、おお、そう面白いなとか、いやいやここはいいなとか、そういうのは一つもなかったですよ。全部分かってるところ、または見覚えがある、記憶に残ってる、そういうものだったんだっていう言うんだよね、スペインの旅を。僕はそれは今言った意味だと思う。だから豊島はグラナダで、例えばグラナダという町で本当に町に体当たりし、グラナダに住んでる人に体当たりしてる人は、マドリッドにいる人のことも、ね、バルセロナの人もことも全部分かるってことなんだよ。アルタミラ好きだった、あれはあれだよ、だからスペインの縄文、アルタミラの洞窟の壁画がスペインの縄文なんだよ。これちょっとケルト文明とか言ってもケルト文明がスペインの縄文だってことが分かんなきゃダメだから、やっぱりどうしても確認して自信つけたいじゃないの、やっぱりキャンバスに落とすには、そういう僕は作業だったと思うね、うん、やっぱりああいう本当の芸術に自分でねぶち当たってる人っていうのはものすごく孤独だから、本当に、まあ友達はたくさんいても、だって芸術を共有できることはないから、自分の芸術っていうのは自分が命をかけて自分一人で開発して自分一人しかわからない、それで自分一人が それを抱えたまま死ななきゃならんっていうのが芸術だから、それを豊島は生きてるわけだから、だから当然
なんかそういうなんていうか確認っていうかな、そういうのはやっぱり必要になるよね。あのみんなそれでいいんだよって言ってくれる人は一人もいないんだから。学校教育の反対だよ芸術は。うん、豊島の本を僕がまとめた本の題名に孤高のリアリズムという題名をつけたのはそういう意味だから。豊島ほど孤独な友達は多いけど孤独な人生を送った人はいない。これは自分独自の人生を歩んだ人は全員そうだから。だから僕は自分独自の人生を歩むには最も必要なものは勇気だとみんなに言ってるわけだ。これは芸術家だけではない。勇気のない人は独自の人生は歩めない。